皆様改めましてこんにちは。キャリアアップセミナーを担当させていただきます小松原真希でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、皆様はワークライフバランスという言葉をお聞きになったことがあるかと思いますが、このワークライフバランスの考え方をご存知でしょうか。言葉のイメージからプライベートを大切に、そしてできる範囲で働く、こんな風に理解をされていたり、また子育てと仕事の両立支援の一つ、こんな風に捉えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。ワークライフバランスとは仕事と生活の調和という風に訳されます。私たち一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることを指します。ワークライフバランスとは仕事またはプライベート、どちらか一方を犠牲にするものではありません。限られた時間の中で成果を上げるために仕事の質を高めていくという考え方でもあります。また仕事以外の生活とは、出産や育児だけではなく家族の方の介護や、また自分自身を磨き高める自己研鑽の時間であったり、あるいは地域の方々と関わる地域貢献の時間、また自分自身の健康づくりや趣味やスポーツ、家族との時間、生活をする上で必要になってくるもの、こういった全てのものと仕事との両立を目指すものです。またそれは個人の置かれた状況によっても変化するものでもあります。プライベートに関する考え方っていうのはお一人お一人違いますし、またその置かれている状況というのもお一人お一人異なります。ですので100人の方がいらっしゃれば100通りのワークライフバランスの形があるものだと思います。その時々の状況に合わせて仕事とプライベートのバランスをいかに取るかが重要になってきます。プライベートな時間をしっかり確保することで心身ともにリフレッシュし、そしてエネルギーをまた見出し、新たな方々との交流を深め、人脈を広げたり、また自分自身を磨き高め、スキルアップをしていく、そういったことがまた仕事への意欲とつながり、生産性を高めた仕事に取り組むことができるものだと思います。仕事と生活がお互い良い影響を及ぼし合い、そして相乗効果を生み出すこと、これこそがワークライフバランスの本質です。忙しく毎日時間に追われ働く中で、先のことが見えない、先のことが考えられない、こういった状況を変えていくためには、仕事における自分なりの目標や夢を描き、そして自分なりの軸をしっかり持つことが大切になってきます。これだけは譲れない、私はこれを目指していこう、そういった自分なりの基準をしっかり持つことによって、仕事の上で重要な決断をしたり、あるいはこっちの道に行こうかな、あっちの道の方がいいのかな、判断に迷った時、しっかりと自分の目標に照らし合わせて前に進むことができるものです。ワークライフバランスを実践していく上で大切になってくること、それは支援者理解者を増やすことだと思います。支援者理解者を増やすためには、職場で自分の状況をオープンにすることも必要ではないでしょうか。どのような方法が望ましいかは、お一人お一人考え方は異なるかもしれません。しかし、理解していただけるよう工夫をすることはまず必要なものだと考えます。
そして周りの方々に理解していただくためには、まず周りの方々に迷惑をかけないということも一つ大切です。そのためには仕事に支障をきたさないように段取りをしっかりと組む。一番困るのは、その方がいらっしゃらないときに、この仕事どうなってるんだろう、どこまで進んでいるんだろう、やはりこういったことが周りの方々にとっては一番困ることでもあります。与えられた仕事を抜け漏れなく、そして自分が行っていることを周りの方々としっかりと情報共有する。そのことによって周りの方々は安心するだけではなく、あ、この方はしっかりと仕事をこなしていかれている、やはりそういったことが大きな信頼に変わっていくのではないでしょうか。そしてそれが理解していただく第一歩といえるものだと考えます。また大切になってくること、それは日頃から持ちつ持たれつの関係を築いておく。仕事は一人でできるものではありません。周りの方々の協力あって初めて大きな成果を生み出すものです。周りの方々にも目を配り、忙しそうな方がいれば声をかけたり、自分でできることがあれば積極的に協力する。やはりそういった姿勢が理解を増やしていくものだと考えます。自分にできること、小さな積み重ね、それが大きな信頼に変わるはずです。そしてもう一つ重要なこと、それは時間あたりの生産性を高める努力をするということです。そのためには時間管理ということがとても重要になってきます。時間管理をしていく上では、まず自分自身が今やらなければならないこと、やるべきことをまずリストアップしていく。そしてそのリストアップしたものの中から優先順位を考えて動くことがまず必要になってきます。この優先順位を考える上で大切な2つの軸があります。一つは緊急度、そしてもう一つは重要度です。通常私たちはこの緊急度を中心に仕事をしていることが多いのではないでしょうか。例えば上司やお客様から今日中にこれをお願いします、あるいは明日中にお願いします、また今月中でいいですから、といったふうにいつまでにという指示をもとに仕事に取り組んでいるものだと思います。しかしここで大切になってくるのは、この時間というものだけではなく、重要度というものをしっかり押さえておくことが必要になってきます。例えば業務改善、今すぐ取り組まなければ成果に大きく影響を与えるものではないかもしれない。しかし今これに取り組むことによって大きく成果を変えるきっかけになるものであったりする。このようなものもあります。いつ取り組むか、ついつい取り組まなければならないなと思っていても後回しにしてしまいがちなもの、こういったものがこの第2の領域に含まれるものでもあります。しかし私たちはついこの緊急度の軸を中心に動きがちです。ですので第3の領域、重要ではないんだけども急ぎ、こういったところに時間を取られがちになり、この第2の領域後回しにしがち、なかなか手がつけられない。大切な成果や結果を生み出すためには優先順位を考え、計画的に進めていくことが大切になってきます。仕事を効率的に進めていく単なる時間管理だけではなく、時間を生かして人生を豊かにするためのタイムマネジメント、皆さんオリジナルのタイムマネジメントを生み出していただければと思います。次回はリーダーに求められるコミュニケーションについてお話しいたします。
ありがとうございました。